たったの笑顔をハンドメイドクラブバルヘジア。さあ一応見て喋ろうかな見ない方がいいかな。さあ今週も始まりましたクラブパルヘジア。はい、クラブパルヘジア、こちらの番組は多彩なアーティストをお迎えして、言わなくていいって言われたやつだお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組です。今私1曲目歌いましたが、歌はもちろん、いろんなトークもご用意しておりますので、お時間許す限り楽しんでいってください。よろしくお願いします。私今日かぼちゃです、はい、このかぼちゃはですね、第4週目の MC を務めます泉まみです。よろしくお願いしますもう
似合うこと似合うことかぼちゃが似合うこともう自画自賛ですねこれはね、今日のゲストを早速紹介したいと思います。魔女？魔女ですねもうね恥ずかしくて人生初コスプレだそうです、はいはいはい、お、いいねいいね似合う山田ゆかちゃんです。いいね魔女、私絶対着れないやつそれ多分私着たらスカート引きずるギリなんであ、ギリ？ヒール履いてギリヒール履いてギリですね。いやいいじゃん、いい絵だよ。いいですか、うん、ちょっと慣れなすぎてちょっと慣れなすぎて人生初人生初コスプレですね。ということですが、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、山田ゆかです。山口県下関市出身です。2012年に上京してきました。よろしくお願いします。お、今日はね、ハロウィンのコスプレがあるからかな、観覧もたくさん来ていただいておりますね皆さんありがとうございます。番組見てくださってる方、ぜひコメントでたくさん参加してくれると嬉しいです。ユーストリームにね、もうすでにたくさんコメントが来ていたわこんばんは、こんばんは、こんばんは。いちご？かぼちゃ？かぼちゃですね、どう見てもね。いちごじゃないよね。あ、これだけ見ていちごになっちゃったのかな、そうかな。ぜひ皆さんコメント、私どんどん拾っていきますんで、いっぱい書いてください。よろしくお願いします。ジャックオーランタンって何？ジャックオーランタン。かぼちゃのかぼちゃ。クリームイチャー。あー、これね。これね。あ、私それね。なるほど。これね、すごいあったかくてね、もう汗暑そうですね。汗汗。あれ、今これ使った？これまだ使ってなかった、忘れてました。これ使って自己紹介した方がいいんだよそう、せっかく書いたから。そう、ここか。山田ゆかです、どうぞよろしくお願いいたしますいいね。山田さん、トーク番組っていうかユーストリーム自体初めてって初ですね。そう言ってた。そう、今日は山田さんの初めてをたくさんいただいてこのクラブパルヘジアですが、あの今日2時間ね、2人でお届けするんですけど、そう、なんて呼んだらいいですか。な、あのよく山田って呼ばれるんですけど、え、呼び捨てそう、あのお客さんからも山田なんですけど、お客さんからも山田。そうなんですよ。なるほど。なんかないかななんかありますか。鬼じゃないよ、鬼じゃない、あだ名あだ名、魔女だからおかしくなるから確かに魔女だからね、今日はね。そう、何がいいかな。山田さん、山田さん、山田さんゆかちゃん、略して山ゆかはたまにありますね。あ、山ゆか、山ゆかにするじゃん。じゃあ山ゆかでお願いします。全然してないと思うけど山ゆかってさ、でもだしか略してない。確かに、そんなに略してないけど ないんだよな、基本ないかな。そう、ゆかさんって呼ばれてても最後には山田になるタイプなのあ、最終的には山田ね。そうそうそう、なるほど。辛くない、辛くない。どうしようか、なんて呼ばれたい？なんて呼ばれたい？困っちゃう。願望、願望。願望。じゃあ今日ぐらい。今日ぐらい。それはここでは言えない。じゃあ呼び捨てでよろしくお願いします。ゆか、ゆかで大丈夫です。はい。そう。姫じゃないの？姫？あ、姫？いいよ、余計なこと言わなくて。いいよ、余計なこと言わなくて。姫？ゆか？姫？うち？姫？姫はちょっと勘弁してください。勘弁してください。じゃあゆかで。私は一応マミチーと呼ばれてるので、マミチーって呼んでもらっていいですか。もちろんです。よろしくお願いします。お願いします。わーい、ゆかちゃん、あのゆかちゃんって言っちゃった、もうすぐにゆかちゃんって言っちゃった結構久しぶりに今日ね。そう、多分半年ぶりぐらいだと思われます。そう、川崎でライブでご一緒したことがあって、で今日久しぶりなんですけど、もう早速私はゆかの歌が聴きたいので挨拶があってるんですよね。了解です。じゃあ一曲歌わせていただきたいと思います。お願いします。わーい。じゃあ準備をしていただいている間にですね、今週の番組テーマをお知らせしたいと思います。まあこんな格好してるからね。お、びっくりした。そのままですが。今週の番組テーマはハッピーハロウィン、あなたのしてみたい仮装は？ということで、これが仮装なのか？仮装なのか。これは仮装です。仮装？普段着？だって私だってパジャマでドラえもんの着ぐるみとか着るからそう、割と普通な、割と普通な感じですけど
あったかい部屋着みたいな感じになってるけど、そう、みんなあの普段ね、あの仮装することないと思うんで、ハロウィンにちなんであなたのしてみたい仮装はということで、ぜひコメントで書いてください。よろしくお願いします。あ、誰かにこれを着せたいとかね、ゆかにはこれを着せたいって、ほら、かぼちゃみたいだ、これ。え、かぼちゃみたい、ほら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 準備の方はいかがですか。いかがですか。大丈夫です。大丈夫。では、山田ゆかさん、お願いします。
そばにいるよ。に、プレゼントを紹介したいと思います。いいよ帰ってきて帰ってくるまでにって言ったけど、今週もたくさんプレゼントがありますよ。はい、毎度おなじみこちらクラブパルヘジアのステッカー、あ、2枚1個ですステッカー、そしてそうそうトゥルーカラーズのね、まあ、この1枚目のアルバムもそうなんですけど、2枚目がリリースされました。こちらですね、なんとタワーレコードさんのですねデイリー総合チャート4位、イエーイすごい。その CD をプレゼントに入っちゃいます。1枚目も2枚目も入っちゃいます。そしてこの2枚目のアルバムのですね参加している3人のステッカー、これは何についてきたやつなんですか？買った人にはついてくるやつ？うん、いろいろ買ったり、あ、それがついてきます。はいはいとか言ってて、毎度おなじみインツキマンションのお笑い CD ですね、それから、松田春菜さんのサイン入りステッカー、はい、あ、もうちょっとだって、うん、もう早めにゲットしないとなくなっちゃいます。そしてそしてこれ私初めて拝見します。まさきえりかさんのフライヤーと歌詞入りポストカードとサイン入りフォト、これは全部セットで、はい、あとですね今日私たちが使ったスケッチブック、こちらに、あ、まだ見せてなかったけどこれに、あとでサインを入れてね、お届けします。ゆかちゃんのも全部つきますので、応募方法はあとで、まだ書いてないですよね、まだ書いてないよね。何がいい？何がいいかな。あとであのハッシュタグを書きますので、それをリツイートするか、うん、それを入れてツイートしていただくと、ツイート？コメントしていただくとそれで応募になります。コメントするときはツイッターに何か残すみたいなチェックを入れてくれると検索しやすいのでよろしくお願いします。あとは？あとは大丈夫？ハッシュタグでしょ？え？うん。間違えたかと思っちゃった。そう。これね、まとめて全部1名様にプレゼントになりますので、ご応募よろしくお願いします。ということで、もうここからはね、女子会を繰り広げていいらしいので、はい、そう、女子会を。さっき歌った曲の紹介とか、それのタイトルも言ってないし、はい、じゃあ、そうですね。ね。てるちゃん、カメラを。ありがとうございます。あなたのそばにいるという歌を歌わせていただきました。あのここにあるんですけども、さよならも言えずにっていうアルバムに入っている、あなたのそばにいるという曲を歌わせていただきました。はい。こんな感じで音源も発売をしてますので、もしよかったらあの手売りのみなんですけれども、路上とか箱とかで販売してますので、よかったらぜひお声かけてください。いやー、オベーション使ってんのよ。オベーションですね。私初めてライブでギター、いや初めてじゃないか、初めてのワンマンライブでギター弾き語りしたんだけど、その時弾いたのがオベーションだったので、ちょっと懐かしくなった。それは自分のじゃなかじゃなくて、お会いしたオベーションで、そう、じゃああんまり慣れてない感じのギターで、そう、それ結構怖いですね。多分ね、私ね、ワンコーラスしか歌わなかったんで、ファーストワンマンライブでほぼ全部あのバックバンドついてもらって歌ってたんだけど、その曲だけ弾き語りでやるって言って、
やってワンコーラスだけ歌ったすごいっていう思い出をね、あの聞いてて見てて思い出したその頃はギターはやってなかったってこと？ほぼやってないですね、すごいですね。あの曲作る時にちょっと鳴らすぐらいで、うん、ライブではほぼ、そうなのに弾きたくなっちゃってお願いしてオベーションお借りして急遽そう、思い出しました。それいつぐらいですか？いつ4年前とか、うん、そんなに経たないかな。2012年番組が始まってもしばらくは弾き語ってなかった、うん、あ、そうなんだ。今のギター買ってからちょうど2年、本格的に弾き始めたのは2年前で、そうびっくり。なんかもうギターのイメージがすごい強くて、嬉しい。もうずっとギターサポートでハンドマイクでライブしてて、そう意外すぎますね。そうなの、そうなんですよ。なんかね、毎回ゲストさん来てくれたらお伺いしてるんですけど、はい、音楽活動を始めたきっかけとかあ、こんななんか固い感じやめよう女子会乗りで、女子会乗りで。それはネタがない時に使ってねって。あ、そういうこと？そういうこと。え、でも聞きたいかも。音楽活動を始めた。私は音楽やろうって決めたのが、うん、中2の時に、お早い。親に言って、うん、山口県、さっきも言ったけど山口出身なんですけど、うん、親にやりたいことが音楽しかなくて、うん、高校行かずにやりたいって言ったら、頼むから高校だけは行ってくれって言われて、あまあちょっと高校に行って考えようと思ってましたね。でもいろいろきっかけはたくさんあって、もともとちっちゃい頃に合唱やってたりとか、そういう音楽に触れる機会がたくさんあったので、羨ましい。そんな小さい頃から夢が。いつからですか？私は、ね、大学卒業してから始めたから、めっちゃ遅い、多分周りに比べたら。でも夢自体はもっと前から。ね、その歌手になりたいって思ってたのは小学校入る前とかです。で、学生、もう小学生ぐらいからずっと、あの、私はママに、あんたはね、大きくなったらね、家から通える範囲で働いて家にお金を入れるんだよって言われて育ったんですよ。あ、もうそうか、まだ大きくなってないからいいね。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。違う、そう、でもなんか夢とかなくて、地元でいいとこ就職したいなってずっと思いながら育ってきて、大学でこっち来たのも大卒の肩書きだけ欲しくて、指定校で入れる大学に行って結構いい成績で卒業してっていう、なのに就職しないっていう、チャレンジャーですね。そう、内定ももらってたのに辞めちゃいました。はい今この番組がツイキャスでも放送が始まったみたい。うん、音声だけ今。音声だけ。そうなんだ。ユーストリーム重くて見れないなって方はツイキャスの方行ってみてください。なるほどね。え、なんで中2？中2のなんか進路を決める時期、うん、1回目の。あ、なるほどなるほど。高校どうしようって考えた時に、うん、勉強はしたくなくて。うん、理由？勉強する気はなくて。うん、でもその総合学科っていう高校があったから、うんうん、そこに行けば、まあ、あのいわゆる数学とかを少なくして音楽とか、うん、そういう授業をたくさん取れるから、私にはちょっと厳しい高校だったんだけど、うん、そこに向かってちょっと1年中3の時に頑張って、うん、なんとかギリギリ受かって、うん、すごいってやってましたね。へえ、中学生の時何してたかな何してたんだろう。部活サボって部活入らなきゃじゃなかった？中学とか。部活はバレー部を1年で辞めました。あ、辞めたんだ。私の学校入らなきゃダメで、部下に入ってなきゃダメで。そんなんあるんですね。吹奏楽部だったんだけど、パーカッションやってたんですよ私。そうで、人数少ないのに行かないもんだから部活に、あの、行かなきゃいけない状況を先生が多分作ろうとして。お前吹奏楽部でパーカッションってどういう意味？え、打楽器全部。あ、全部を全部、そうそうそう全部結構大変、まあ、そう、めっちゃ一曲でいろんな楽器をやらなきゃいけなくて。あ、まあ、シンバで1回とかな。そう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 ああ普通は全部別じゃない？それは全部一人でやる？
全部っていうかね、各学年一人ずつしか部員いなくて、パーカッションが。そういうことか。そう、部員自体がそんなに多くなかったから、3人で全部の楽器を回さなきゃいけない。すごい。1年生、2年生、3年生でパーカッション全部回さなきゃいけなくて。おお、そういうことなんだ。そう、なのに行かないから、一回下校途中に、あの顧問の先生が走って追いかけてきた。お前今日も帰るのかみたいな。で弟が風邪ひいてって嘘ついたらすぐ見破られて、そうなんか大変なことがありましたけど、そう、そんな中学生だった。せっかく音楽にね近かったのに、そんなに私はその時それだった。真面目にやってなかった、ね、楽器は全然だったから、本当に今苦労してますね。え、ギターはいつから弾いてるの？ギターもその親が、父親がもともとバンドマンで、そうで、家にギターがあったから遊んではいたけど、全然弾けなくて封印してて、で本当に始めたのはこっち来てから、だからまあ3年ぐらいかな。へ、なんでオベーションにしたの？オベーションは本当たまたまで、いろんな人に話を聞いて、結構最初からそうですね、ずっとオベーション2代目なんですけど、あれ、2代目なんだ。そう、1代目を私折るっていう。何で、何で、あのオベーション折る、あの1代目があの、いただき物のオベーションを使っていて、かなり古かったんですよ、うんうん。で、まあ、私はギターこれが欲しいとか特になかったから、それをやってたら、うん、あの毎日路上をしてたんです、その時。おー、すごい。東京に来て毎日なんかやって、帰りクタクタで死にそうになってギターを倒して終わりっていう、うん、倒したら折れちゃったんだみたいな感じで。ネックが折れちゃった。ネックがもう、あら、まあ、もうでもだいぶ多分弱ってたんですけど、そうですね、もう老朽化がで、修理に持ってったら買ったの方が変わんないよって言われて。なるほどなるほど。そうですね。2代目を。2代目を。なんかさ、みんなギター弾く人さ、ギターに名前つけてるじゃん。つけてる？つけてない。あ、つけてない。ない。結構みんな名前つけてますよね、楽器に。あれ、毎日つけてんの？うち高峰さんですね。ああ、そうじゃん。名字、名字ですね。でも誰か言ってたけど、うん、女の子が弾く楽器は男の子の名前がいいって。あ、そうなんだ。どっちでもいけるね、高峰さんだったらね。どっちか分かんない。そうなんだ。うん、へぇ、確かに。そうか、そうか。いいな、小さい頃から楽器に触れられるのは。いやいやいや、全然。本当に羨ましい。まあ、歌が歌いたかったので、うんうん、それだけで多分ギターを始めた感じなので、全然弾けないんですけど。偉いね。私、歌が歌いたくて楽器を放棄したんだよ、最初に。私はマイクを持ちますって言って、でずっとサポートミュージシャン、そうお願いして、ライブはギター弾いてもらってっていうのをずっとやってて、だからここ最近だよね、ちゃんとギター弾いてライブをやってるね。本当に偉い、本当に偉い、尊敬する。全然尊敬する。私が怠け者なのがちょっとバレちゃってね。なるほどね。え、せっかくさ、2人私さ、女子トークできるからさ、音楽以外の話も。音楽以外どんな何でも OK です。何聞いていいのかな。ニヤニヤ、何聞いていいのかな。あ、聞いちゃいけないところを聞いた方がいい。先に聞いとくべきだった。ギリギリのギリギリの、もう特に NG はないですけど。年とかは？年全然大丈夫です。今25に、今年、今年 25？ 今年25。知ってた。でもさ、落ち着いてるよね。なんかどっちも言われて、すごい上も言われるし、下も言われるので、多分上に見られるんだと思うんですけど。そう。私同じぐらいと思ったの、最初。あ、っていうか若いですよね、多分。私も見た時、多分年下かなって。あ、本当？思った気がする。私自分でさ、年相応だと思ってるんだけど。今年27に。7。そう。いや、全然だってね。お若い、お若いっていうか、じゃあなんか、あの、ちゃだって、だって、多分並んだら私の方が上に見えますよ。いや、落ち着き度はすごいよ。すごいよ。すごい落ち着いてるよ。いやいやいや。確かに、あの、何も知らないで年上と言われたら、
信じる。信じる。でも最初会った時も同じぐらいかなと思って。だって初めて会ったのが多分、その時だよね。その時だっけ？1、2年前に多分1回見てる気がする。どこ？多分川崎のティンスピか。いや、私川崎出てないもん。嘘。川崎で始めたのが去年末とか。あ、そうなんだ。ボトムズで多分初めてだった気がする。ボトムズ。違うかな。うろ覚えなんだけど、多分お客さんの方が知ってるんじゃないですか。そう。あれハッシュタグ出てるじゃないですか、うん、プレゼント用ハッシュタグが発表されました。二人仲良くマミチーとユカポンだよ、びっくり。ユカポンになったんだ。ユカポン初めて生まれたけど。じゃユカポンにしようかな。このハッシュタグをですね、一文字も間違えることなく、ついこれねつけて、まあ、リツイートでもいいのでね、疎くてこういうのにいただけると応募になります。じゃあさ、質問も募集したら。そうだ、ゆかちゃん、見てる人からトーク番組初めてということで、そう、ご協力を。みんながいる人から最近聞いた何か質問ある、聞きたいことある人、ゆかぽんに聞きたいことがある人。ゆかぽん、これでいくんだ。テンションになってきたぞ。これないと寂しいよね。寂しい、ね、寂しいわ。はい、どうぞ。寂しいわ。はい。無難なところで好きな食べ物。好きな食べ物。好きな食べ物。かぼちゃ以外。かぼちゃ以外か、言おうと思ったんだけど。でも嫌いなものがブロッコリーとレーズンなので、うん、それ以外は全部食べれます。で、まあ、カリフラワーは大丈夫。カリフラワーもちょっと苦手。まあ、みたいなもんだもん。そう、あ、もごもごしてなければ大丈夫。もごもごしてるか。でもチョコレートとかは好きで、コーヒーが好きですね。あ、そう、コーヒー大好き。コーヒーってブラックで飲むか。ブラックも飲むし、甘いのも好きです。あ、どっちもいける。どっちもいけます。じゃあコーヒーの、コーヒーでして。コーヒーで。あれ、ビールじゃなかった。ビールも好きだよ。あ、ビール、ビールも好き。いいね。あとでやった。さっき年齢の話したのにコメントで質問、年齢はって書いてある。言ったじゃん。言ったじゃん。聞いてる、おい、聞いてろよ。さっき言ったばっかりの。じゃあお酒はビールがいいかな。お酒はビールが好きで、最近日本酒が好きです。すごい。そう、大好きですね。大人じゃん。味とかはそんなに分かってないんですけど。いや、それはこれから。これから。でも好きっていうのは。そう、すごいね。好きなんです。へえ。ザル。めっちゃ強いですか。そうなの。私、え、誰が。私、マミチ。私めっちゃ弱いよ、うん、何情報。8時間何の話。カラオケ。でもめっちゃ強そうですよ、ね、カラオケオフ会を1回やったの、お客さんと。8時間耐久カラオケオフ会っていうのをやって。すごい。多分2杯ぐらい飲んだっけ。ぐらい。あ、2杯なんだ。ぐらいしか飲んでない。そう、私これぐらいでもうね、ダメなんだ。意外と歌やってる人って弱い人多いんですよね。なんかそれが意外で。確かに。みんな強いイメージ。飲みそうだよね。そう。歌ってる人とかね。結構みんな飲めない。あ、まあでもね、ミュージシャンはね、サポートミュージシャンはね、飲む人ばっかり。飲む。確かに。みんなめっちゃ飲む。あの、打ち上げに行って後悔することが多々ある。おい、飲めよ。面倒見きれない感じ。そうね。しかもあれでしょ、ライブ夜終わった後、飲み始めると朝までだ。そうそうそう、終電を気にしない人たちね。あの、大人の人たちはみんな平気でタクシーで帰ってっちゃうっていう。なるほど。置いてかれたこっちはみたいになる。そうか、日本酒、日本酒ね、うん、新潟出身なんだけど、新潟の日本酒めっちゃ美味しいよ。絶対美味しいと思う、うん、めっちゃ美味しい。新潟行ったことある？ないです。お、行こうよ今度。行きたい。日本酒飲みに行きたい。ぜひぜひ。この前北海道遠征に行って、ちょっと流れがいろいろあって、うん、そうだから東北とかあっちも行きたくて、なんか上に行かないんですよ。あの、北海道どの辺に行ったの？北海道の札幌に行きました。もうご飯が美味しくて。美味しいよね。美味しい。私来月札幌。嘘。嘘。ライブですか？ライブライブ。3日間。うん、めっちゃ長い。え、長い3日間。私も1泊2日だったけど、割と。私この間の大阪、2泊だ、名古屋の遠征、平日5日間全部行ってたよ。そう、え、結構遠征多い感じですか？いや、今年に入ってからちょっとずつやるようにしていて、そう、
遠征楽しいですよね。遠征よく行く？遠征、いや今年その北海道は初めてで、うんうんうん、あの山口なので、あの帰りに寄るパターン、おうおう一瞬だけ大阪行って名古屋行って、ね、路上だけして行くみたいなはありますけど。いいな、路上ライブしてみたいな。路上は遠征行った先でやってますね。なるほどね。他に聞きたいことがある人。じゃあ質問来てもいい？マイブーム。マイブームなんだろう。ユカポンのマイブーム。ちょっと馴染めないな。ユカポンマイブーム。マイブーム。最近してること。コスプレ？そうね。今日限定。マイブーム。なんだろうな。なんだろうな。ダイエットかな。ダイエット？いやダイエットって言っても今そのワンマンに向けてちょっとあのいろいろダイエットをしてるんですけど、うん、私の悪い癖で、うん、痩せて太っての繰り返し。ああ、はい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 。そう。だからマイブームではない。常にダイエット。うん、そうそうなんです。うんうんうん、どこ痩せなきゃいけない。そうだよ、痩せる必要ある。いや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 、うん、言われててあの。先輩に痩せろって山田の先輩がいるんですけど、うん、あの一緒に音源作ってくれたりしてる人がちょっと田舎感が出すぎてると。田舎感で、うん、もっと痩せろっていうのは常々そうだからちょっと今頑張って、逆に痩せとる都会感も出るの、わかんない、なんかそう田舎感がちょっとまだ拭えてないよねっていうのは言われてます。うーん、健康が一番だよ。確かに確かに。なんかハマってることあります？私は聞こえてきたか、ハマってること最近何してるかな。マイブームね、滝沢さとみ。滝沢さとみ知ってる？知ってる、うん、ノマドで確か一回一緒だったかな。あの家が近くてうちの合鍵を持ってるんだけど。めっちゃ仲良しですね。そう、あの特に用がなくても来てくれるから、昨日一日中一緒にいてで帰りうち寄ってあのなんか春雨食べようっつって、うん、春雨食べよう、深夜3時ぐらいに春雨食べて、春雨だったらいいだろうっていう安易なそう女子絶対ダメなやつして、で帰るって言ってたんだけど、うん、気づいたら寝てて2人とも、起きたら隣に寝てた。仲良し。そう、マイブーム滝沢さと。まさか人の名前が出てくるって。そうだよね、そうだよね。そう、そうね。最近ほんと滝沢さとみばっかり連絡してるから。家近いと確かに。そう、家近いとね、そう、うん、アーティストで。でも引っ越しちゃうんだよね、もうみんなに言ってるけど、11月ぐらいで。ワクチンが引っ越す？違う、滝沢さとみが引っ越すの。合鍵持ったまま引っ越すの、あの子。うちの合鍵持ったまま引っ越すの。うちに来るために自転車買うって言ってた。すごい。そうね、たるきは。あれ自転車なんか盗まれたんだっけ、なんだっけ。わかんないわかんない。わかんないけど、今はないって言ってた。言ってた。マイブームは滝沢でした。絶対当たんないですね。そうね、当てられない。いやでもそう思ったって言って。思った。そういう。さすが。さすがですね。他には聞きたいこと特に。好きなえ？好きなキャラクター？好きなキャラクターだっていうか。好きなキャラクター。うん。オラフかな。ディズニー、ね。オラフかな。すごいな。今日いるんだよね、オラフが。会場にね、オラフ。会場にオラフがいるんですよ。ちょっとすごいこっちを見てくる。書き込みの方もね、なんかいろいろ来てるけど。嘘、本当？これは全部答えるべきなのかどうか。そんなにいっぱい来てる？これ、うんガンガン。行ってみたい観光地は？観光地。観光地、私沖縄に行きたくて。おお、いいね、うん。行ったことないので。沖縄は行きたいですね。沖縄。で山口でしょ。山口です。南の方はどこまで行ったの？南はどこだろう。九州は。九州、大分くらいかな。おお。また微妙なところ。大分。だいたい山口の下関なので、あの九州寄りなんですけど、うん、なので福岡はもうしょっちゅう行きます。うんうんうん。で大分ぐらいまで。かな、行っても。え、逆に音楽は福岡ではやってないわけ？は当時はやってなくて今は地元帰ったら福岡で路上したりしてますね、う
なんかすごく恥ずかしくて地元でやるっていうのが、私東京来た時も友達にあんまり言ってなくて音楽やってるって、そう最近バレたのでバレた公表しちゃった、フェイスブックでバレちゃったので。東京に来てからの本当のスタート、本当のスタートは、まあ、向こうでもボイトレとかは行ってたんですけど、うん、本当のスタートはこっち来てからですね。山口、山口行ったことない。山口美味しいものって、は、まあ、有名なのはフグ。フグ、フグ。下関。しい。美味しいですね。お魚は美味しいですね。山田。じゃあゆかフグっていうキャラクターが。ちょっと映んないと思うんですけど、あの CD とかのジャケットにひっそり隠れてるんですけど、ゆかふぐがいるの、ちょっとね、いたいた、映る、行こうか、いや、ありがとう、ちょっとね、アップしすぎて、どこで、あ、映った、映ってる、ゆかふぐ、なんかギョピちゃんみたいな感じ、カメラ変えて、あ、ごめん。ハプニングが。こうか。これこれこれ。ゆかふぐ。ってる。私のお友達のイラストを描く子に正式に依頼をして、うん、ちょっとお仕事として描いてもらいました。ゆかふぐ。ゆかふぐで。ラインスタンプ。ラインスタンプ確かに。いいかもしれない。でもなんか今大量に作んなきゃダメなんだ。あ、そうなんだ。ちょっとこれしかいないからな。いろんなキャラクターがコメントだけ書いて。コメント。それをちょっとポーチング少し変えて。なるほど。いいかもしれない。ヤセフグ、デブフグ、鬼フグ。鬼フグ。なるほど。山口でのライブはって。山口でのライブは最近するようになって。うんうんうん、そうですね。路上もするし、この人呼び出してるんだけど大丈夫なの？なになに？山口、まあ、下関しかまだやったことないので、うん、いろんなところに行きたいなとは思ってます。玉口、なるほどね、こっちにいっぱい来てたのか、なんかよくわかんない、ね、そうそっちにいっぱい来てます。スクワット何回できるんですか？面白いな。いい質問だね。今？スクワット。今？スクワット何回できるんだろう。なんでスクワットって言ったかっていうと、私が好きなアーティストで、うん、曲の中でスクワットをする人たちがいて、それのどういうことだ。101回目のスクワットっていう曲で、曲中に101回スクワットするんだけど。それは私が毎日 YouTube でその人たちのライブ動画を見ながら自分がスクワットしてる動画をアップしてたの。ちょっと前に、そう。それを見てた人ですね。すごい。100回は無理だな。いや、いけるよ。あの曲があれば。あの曲があれば。そう。いや、本当に100回らしいです。あの、ちゃんと感想もやれば。そう。リズムに合わせると101になるわけ。そう。あ、そういうことか。あるらしい。すごいよね。あれみんなやってるからね、お客さんもライブ中。そう、ライブ中みんなやるんですよ、その曲やるとき。そう。なるほど、本当だ。たくさんコメントが来てた。よく買い物に行くお店は？買い物に行くお店は、渋谷。でも、特にこだわりがなくて、最近は、あの、なんていうの？キャットストリート？原宿と渋谷つないでる道ね。あの辺を見たり、とか新宿のミロードっていうところかな。ミロード全然行かないな私。どこ行きますか？どこ行くんだろうね。私ね、渋谷迷子になれる子で、どこに行っても一回駅に戻らないと次の目的地に行けないの。全然繋がらなくて道が頭の中で。そうなの。渋谷全然わかんないから、ライブハウスからライブハウス行くのも。大変。そう、基本的に一回駅に戻らないといけない。すごい遠回りしてると思う。そう、分かってんだけどね。そうなんですよ。買い物はでも新宿が多いかな。新宿、前は池袋が好きだったけど、池袋プライベートで行ったことなくて、うん、路上でしか多分、あ、そうなんだ、ないので。あ、へえ、そうなんだ。あんまり
多分半年以上行ってないかもしれない。池袋遊びに行こう。行きましょう。全然わかんなくてすぐナンパしちゃう私。ぜひぜひ。そうなんですね。そうなんですよ。聞こえてるよ。何何何。あの可愛い子が好きで、可愛い子と綺麗なお姉さんがすぐ声かけちゃうんですよ。本当にすぐ。あ、まあでもそれだけじゃないけど、素敵なアーティストさんはすぐナンパをしてしまって、だからあのケイスケ君も一回対バンして、その翌週だったかに私自分の企画イベントがあって、で対バンした時に、おお、いい声だなと思って、ケイスケ君来週空いてないって。ケイスケ君実は私のボイトレの先生なんです。あ、そうなの。今へあの若干高校生っていう。そう、18歳の現役高校生シンガーのね、平方でケイスケ君めちゃくちゃ上手で。上手だよね。そう。そう、教えてもらってますね。いつだっけ？一昨日？あのティンスピで一緒で。そうそうそう。お世話になってます。ボイトレの先生。そう。7歳下にお世話になってます。すごい。ボイトレは行った方がいいよって、うん、いっぱいの人に言われる私も。いっぱいの人に。いっぱいの人。そう。もう私ボイトレ辞めて2年ぐらい経っちゃって。定期的に見てもらった方がいいよって言われるけどね。でもなんか相性とかあるって言われるので、ね、なかなか難しいですよね。そうですよね、そうなんですよね。いやいやいや。あ、なんだかんだもうすぐ9時だね。早いね。私今日あの持ち込み企画があって、はい、それやろうかな。うん、いいっすか。いいっすか。怖いな。あの実はですね、あ、タイトルは特になくて大丈夫です。ゆかぽんがですね、絵が得意ということで。そう、やばい。絵が得意ということで、本当はね、私書道が特技で、あの書道ネタをねやろうと思ってたんだけど、せっかくハロウィンだし、あの12月はクリスマスもあるし、なんか書道この格好で書道するの謎だなと思って、それをやなしにして、その季節的なコーナーにしようって思ってたんだけど、来たらゆかぽんが絵が得意だということで、今日はですね、得意なんです、はい、理想のハロウィンの過ごし方を。難しい。まああのもちろん説明付きでいいので、イラストも、イラスト私も描く。じゃあハロウィンの過ごし方、うん、てかさ、ハロウィンってさ、そもそも何かわかる？なんでなんでこんなに日本に急激に入ってきた、ハロウィン。外人からハロウィン、日本のハロウィン見ると、うん、なんかおかしいらしいです。そうだよね。子供しか仮装しないから。そうだって、もう最近渋谷とか大変なことになってるもんね。もともとだってお盆的なやつですよね、日本でいう。なんか、え、そうなの？幽霊、なんか収穫祭でしょ。あ、違うんだっけ。秋の収穫祭で、あ、なんか書いてあったっけ。収穫か。そうそうそう。あ、そっか。どっか行っちゃったな。去年30日に渋谷にいて、すでに前夜祭があって、うんうん、仮装の人たちが結構いたのでびっくりしました。おとといあれだよ、川崎が仮装パレードやってて、もう怖かったよ。怖かったな。怖かったよ、もうなんかあの被り物してる人とかもいっぱいいてさ、すごいリアルなウサギとかさ被ってさ。怖っ。怖かったよ、子供とかも怖いって言ってたもん。へあ、でも子供ちっちゃい頃仮装は本当に可愛いね。可愛い、あの女の子はみんなプリンセスだったし、すごいちっちゃいねマリオがいたの、3歳ぐらいの。かわいい。マリオが、うわマリオだって言って、パナエちゃんと言ったら、3歳の子がこうやって手を振ってた。3歳のマリオが勝手に3歳にしたけど、可愛かった。子供は可愛い。ということでですね、はい、ハロウィン、あついにこういう日が来てしまう。披露する日が。ハロウィンな。じゃあ書いてもらってる間にハロウィン思い出話しよう。私1回だけハロウィンの時期に六本木のクラブに行ったことがあって、1回だけ、恐怖。もうね、あのそもそもクラブというものに普段行かないから、私は人混み、あの人混みだけでちょっと怖かったんだけど、みんな仮装してて、
あの顔がわからない分多分気持ちが大きくなっているっていうか、そう、もう怖かったよすごい楽しかったけど、もちろん誰と行ったんだっけな女の子3人ぐらいで行って無事に帰れた3人とも無事に帰れた、そんな思い出。仮装しないで行ったからダメだったのかな、仮装して行ったらもっと楽しめたかな、そういう問題じゃない、問題じゃない。みんな仮装するの？みんな仮装、みんな仮装しない？してるじゃん会場にいるんだよ、なんかそう、そうか。コスプレはね、大学生の時は友達の誕生日会とかでしてた、あの家の中で身内コスプレ。え、何着てた？いろいろ着たよ、いろいろ着てたけど、ちゃんとやってた。ちなみにプライベートで一番最近したコスプレはメイド友達の誕生日会で絶対に出さないけどね、写真は。あのね、23歳になる子が誕生日の子で、あのメイドさんが好きな子で、そうで女友達集まってメイドやろうっつって、サプライズで、あの帰ってきたらお帰りなさいませご主人様っていうサプライズをしたんだけど、私が最年長だったので、そのメンツの中で、で、あの先にその主役がまだ帰ってこないように、なんか違う友達同士で飲み会に連れてってくれてて、そこでなんかメイド話をしたらしいんだけど、メイドどうなのみたいな、メイドさんどうなのって話、なんかすごいアバウトの話の中で、さすがにさ25ぐらいが限界じゃねっていう会話を繰り広げた後に帰ってきたら26歳メイドっていうのをつい最近やらかしてしまって終わった後ね、パーティー終わった翌日に本当ありがとうみたいな、ね、楽しかったみたいなメール来たけど、27になる年でメイドしてごめんっつってっていうのがね、つい最近、本当最近の話これだね。プライベート、そうだよね、男の人は仮装とかね、コスプレとかしない？女子はね、割とするよ、大学生の子とか女装か、そうか、女装は女装するのか女装は何で何で、飲み会？宴会で、宴会で、飲み会、そうか、できました。お、できたちょっとお粗末すぎます。いいね、いいね。じゃあ、ゆかぽんのちょっとリアルに下手な理想のハロウィンの過ごし方。はい、ケーキ、ワンホール食べたいそれはハロウィン、ハロウィンに、ハロウィンに食べたい。そう、かぼちゃのね、何のケーキそれ、何でもいいです。スポンジのみそれ、そう、いちごがかけなくて。え、いちごがかけなくて、いちご書いてあげるよ、じゃあ。書いてます。いちご赤で、いや、本当はかぼちゃ感出したかったんですけど、ちょっと高度すぎた。ここからじゃあちょっとね、そう、かぼちゃプリンをこの前食べて美味しくて、多分ケーキでも美味しいと思うんです。いちご下手ない方がいい？下手つきでいきましょう。下手つきでいこう。じゃあ喋ってて。やばい。何がいいかな。喋ってて。なんかテーマくださいじゃあ。テーマ？休日の過ごし方。休日の過ごし方。私こう見えて OL なんですけど。そう、なので平日はずっとお昼仕事して夜路上をしたり、今日だから仕事帰りです。そうで、休日なので土日は基本休みなので、その日にでもライブをやったり、なんかなんだろうな、曲作ったりなので、あんまり休みがもう多分ずっとなくて、空き時間に友達と会って愚痴を聞いてもらうみたいな、ひたすらもう嫌になるよみたいな、もう愚痴というよりこう悩みですね。何が嫌なの？ねえねえ、曲もできないしみたいな歌詞書けないよみたいな
なんかここ最近スランプで歌詞がずっと書けない時期があって、あるね、そういう時期。そう、なんかなんて言うんだろう、曲が増えれば増えるほどなんか歌詞が似てくるのが嫌で、なんかテーマが同じでも違う書き方をしたくなっちゃうから、そこで悩んじゃって愚痴ったりしますね。そう、真面目だね、素晴らしい。そう、あのど真面目で多分やばいやつです。え、そうなの？頭固いパターンなので融通が効かないんですよ。そう、認めた。私言ってんじゃん。そう、言ってんじゃん。そう、長女なので。私も長女。あ、弟がいる？弟が2人いる。逆だね。私3姉妹で、うん、長女なので。へえ。でも長女感はあるかも。なんか長女感がある。長女感。長女っぽい。あ、私？そうそう。長女感。長女っぽいよね。最近言われなくなったんだよね。本当ですか？長女っぽい。なんかでも長女は長女と仲良くなるっていうのを聞いたことがあって、私も友達長女が多いですね。長女の悩みが一緒なんじゃない？ああ、なるほどね。そうかも。なんかそう、立ち位置が一緒なのかも。ちょっともっと書いていい？楽しくなっちゃうから。楽しくなっちゃう。なんかちょっと可愛くなってきて。力作。力作にする。じゃあ、うん、そうか、休みはあんまり、そう、ないですね、最近は。ずっとないかな。仕事の日は早起き？そうでもなくて、8時ぐらいに起きてるので、8時で大丈夫かな？大丈夫ですね。いいね。うん。私、朝起きれなくてさ、寝るのが朝なんだけど、いいな。なんかもう、めっちゃいいな。あ、電車が動き出した、寝なきゃってなって電車が動き出した。そう、あの5時ぐらいから電車動き出して、あ、電車動き出した、寝なきゃってなって、で寝る準備を始めて、だから6時とかに寝るんだけど、起きたらね12時なんだよね。お昼休み12時。理想、そうですね、お昼ご飯食べてますね。そんな生活をしてます。いや、羨ましい。うん、OL さん絶対なれないわ。OL、 いや、私もまさか OL になるとは、すごい尊敬するよ、思わなかったですね。流れですね、全部。もう可愛くなった。おお、ケーキっぽくなった。スポンジ色がないから、はい、はい、お返しします。ありがとうございます。可愛い。ワンホール食べたいですね。クリームだらけだけど、ちょっともう無理かもしんないな。でも、いけるよ。いけるかな。私いける、まだワンホール。なんか私ちっちゃい頃はあのウェディングケーキでも一人でいけると思ってて、あれ甘党だから、うん、絶対いけると思って食べたことはないんですけど、うんうん、ワンホール今はもうきついかもしれないな。ワンホールか、わかんないけど、いけるよ。いける。いける。ワンホールお願いします。いけるいける。なんかあのこういうの、こういう生クリーム、こういうの、生クリームのイチゴ乗ってるやつ。イチゴ乗ってるやつ。ライブの多分本番中に30分で食べきるんで、歌わずにケーキ食べる。歌わずに、そう、今日は食べれる。30分かけてケーキ食べる。やばい。そうね、小さいのもあるよね、ワンホールね。あ、あれなら全然余裕だよね。うん、これぐらいいけるな。いける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 。顔ぐらい。顔ぐらいはちょっと大きいかな。顔がちょっとね、多分、うん、ちょっと大きいと思うな。割とね。割とあるよね。あるある。うん。ワンホールね。はい。はい。はい。私、共作して終わっちゃった。共作。そうか、そうか。ハロウィン。ハロウィンね。かぼちゃめっちゃ暑い。もこもこ。かぼちゃすごい暑いよ。これ、そう、あの、今日ね、たくさんパルヘジアの方で衣装、いろんな衣装用意してくれて、可愛いのいっぱいあったんですよ。ピーターパンとか。そうなのよ。でもね、これ同じの持ってるのよ。ほぼ自前みたいなもんなんだけど。そう、じゃあゆうかちゃんは魔女でしょ。そうそう、白雪姫とかね、ピーターパンとかいろいろあったんだけど、いろいろあっ
ありましたね。田中から2人ちゃんと自分で選んで撮ったけど。あ、え、姫、姫、確かに白雪姫もあった。あった。いや、ちょっと恥ずかしすぎて大丈夫そうなの選んだの。大丈夫そうなの。いや、でもこれも割とね恥ずかしい。へぇ、かわいい。私こんなんだよ、ね、かぼちゃだよ、かぼちゃ。全然楽しい全然楽しい。かぼちゃ私服ね、私服ね、これね、ちょっと暑いぐらい。私結構ライブでもするコスプレ。去年のクリスマスはトナカイの着ぐるみ。着ぐるみ多い。めっちゃ暑そう。暑かったよ。暑かったし、あとあのフリーサイズだから、股がここの辺に、股がこの辺にいて全然歩けないっていう。大変だったけど楽しかった。ライブの時にね。あとはなんかしたことあるってライブ。あ、サンタ、ここでサンタとやったし、トナカイ、トナカイじゃないや、七夕に一人でジンベイ着てきたりとか一人で、浴衣も着たし、今年の七夕はここで浴衣着て。そう、浴衣は着る？ないですね、浴衣もなくて。じゃあ今度夏浴衣で。とりあえず12月に初浴衣、ここでいいね、いいね、コスプレ。まあ浴衣もコスプレじゃないもん。違う、コスプレではないか。あ、ここ出てもらえば衣装で用意。マジですか？なんすごいな。いや、持ってないから、うん、地元にはあるんですけど。来月って。浴衣着な、欲しいやつ、欲しいやつ。これがいいっす。そうそうそう、いや、ちょっとリクエストを募って募って、あ、え、リクエスト募っていいの？募って、まあ、選ぶのは私がマジでめっちゃいいじゃん、それ。募るだけ。私絶対答えないから。私それ聞くだけ聞いていつも答えない。そう、え、いいじゃん、ゆかぽん。あ、あ、言われてるよ、ダイエットしてる人にワンホールはダメでしょう。そうだった。賢い。確かに、やめましょう。さすがです、クリボーさん。やめましょう。来年にします。いや、来年にします。来年にします。来年にはもう痩せてる、ね、来年には痩せてるはず。遅いって言われてる。遅い。そうそう、そうね、ワンマンに向けてって言ってたね、ダイエット。そうそうそう、ちょっとでもね、少しでも。ワンマンがいつ？ワンマンが11月8日にあります。もうすぐじゃん。そうなんですよ。これ映していいの？うん、11月8日、日曜日、原宿クロコダイルで山田ゆかワンマンライブ2015あります。イエーイ。動員目標150人ということで、頑張って1年ぐらい頑張ってきましたが、まだまだですが、頑張りたいと思います。あと2週間、12日前ですね、今日で12日前です。12日、はい。わー、11月8日、私東京にいないや。残念すぎる。残念、そっか。クロコダイルいいよね。クロコダイル、まだ歌ったことはなくて。あ、そうなんだ。そう、今回一緒にサポートしてくださる方が初めての方ばかりなんですけど、うんうん、そのドラムの方の紹介でクロコダイルさんでやらせてもらえることに。いいよね、なりました。あのワニチャーハンが美味しいって聞いたので、そう、食べたいと思います。ご飯も美味しいし、雰囲気もいいし、ちゃんとワニ、ここワニ食べれるんですか？唐揚げとかありますよ。僕食べたことあります。本当ですか？いやいや、そのお店で。そう、お店でワニ食べれる。本当のワニが食べれるらしい。ワニ食べれる。ぜひみんなでワニチャーハンを食べましょう。え、ライブ見に来ましょうじゃなくて、ワニ食べに行きましょうっつって。いや、でもライブもちょっと今回かなりいい感じになってますので、ぜひぜひ。バンド編成。バンド編成です。いやー、見たいな。今日この後もライブがあるけど、ね、今日は弾き語りだもんね。弾き語りで今日は。ライブ、そうか、バンド見たいな。バンド見たいな。私が東京にいないから、誰か代わりに私の代わりにみんな見に行って。レポートしなきゃいけない。そう、ぜひ感想を聞かせてほしいな。いいな。バンド楽しいですよね。楽しいよね。私も去年は結構月1ぐらいでバンド編成でライブやってたんだけど、今年入ってから
もうライブの本数をすごい増やして、うん、今月の半分ぐらいライブしてるんだけど、すごい。だからもう弾き語りがメインで、ほぼ1人かパーカッションと2人が今メインなんだけど、うん、バンドいいよね。バンドは本当に楽しいです。明日のライブバンドだった。あ行かなきゃ。みんな行かなきゃ。明日はあの私のバックバンドというよりはあの渡辺拓也バンドっていうバンドさん主催のイベントで、うん、あの出演者全員のバックバンドを務めるっていう、全曲じゃないんだけど、そう珍しいイベントなので、バンドの泉が見れますよ。ぜひ遊びに来てください。詳細はホームページで。言っとけばいいよ。ここまで明日、うんうん、新大久保クォーターノートというところで、うん、そうライブです。バンドの曲、バンドでもやるし、私がアコギで弾き語りもするし、アコギのサポートと2人でもやります。お結構盛りだくさんの内容になってますので、しかも明日来場者特典で明日のライブの出演者の曲が1曲ずつ入ったオムニバス CD 無料でプレゼント。すごい、すごい。それに入る私の曲がですね、大人の事情で今後 CD にできない曲を販売はできないのでプレゼントしちゃおうってことで、アコースティックバージョンで収録されてますので、もうほぼここでしかゲットできない音源ですよ。で、バーン何時だっけ、7時50分ぐらいだった気が。もうちょっと早かった、3番手ぐらい。お結構スタートが早くて6時台のスタートなんですけど、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。あ明日はねクォーターノートなんで、あの当日ひょいってきても前売り料金で入れるようにしておきます。もう月に、ね、3回ぐらいライブさせてもらってるライブハウスで、泉まみ見に来ましたの合言葉で前売り料金で入れますので、そうぜひぜひお仕事早く終わったら応援に来てください。よろしくお願いします。ということで歌う、そろそろ歌いましょうか、うん、はい、じゃあ歌いましょう。じゃあ準備を、はい、お願いします。何曲、10曲ぐらい。いいね、10曲ぐらい。3曲ぐらい歌ってもいいんじゃない。心の準備が心の準備が。このあとライブが終わったらあれですよ、もうプレゼントの抽選に行きますんで、今のうちにまだ書いてないよって方はハッシュタグをつけてコメントをしてください。よろしくお願いします。ああ大丈夫、行きますか。じゃあライブお願いします。 Don't hesitate to my wayもう一回行きます。曇る窓ガラス指で描いた SOSブレーカー落としてみる。何も聞こえない、怖くて強く目を閉じた。繰り返したかと止められない衝動、またもがいてる狭い部屋、いつでも私は泣いてばかりの日々に続けてくわけかる。何度だって立ち上がる決めたんだ。
憧れの人が憧れの場所があって諦めたくない、後悔してしまわぬように、どうしてと my way、 こんなんじゃ割れない、やり遂げられる、信じてる、いつになっても掴めぬまま、思いだけが強くなる、誰にも譲れないよ、綺麗事なんていらないよ、どうしてと my way、 素直でありたい、私の道は進んでく、いつでも私は弱虫で泣いてばかりの日々に続けてくわけがある、何度だって立ち上がる、いつになっても掴めぬまま、思いだけが強くなる、誰にも譲らないよ、綺麗事なんていらないよ、決めたんだ、何度だって立ち上がる、決めたんだ。ありがとうございます。路上ライブでいつも最後に歌っている曲を歌いたいと思います。交差点。
誰もいなくなっちゃうから帰ってきてはい、イエーイ、おかえりー、ありがとうございます。かぼちゃも歌っていいですかかぼちゃもじゃあちょっと、ダメ、ダメ、かぼちゃも歌いたいので、じゃあちょっとかぼちゃの曲、はい、かぼちゃの曲、かぼちゃの曲は歌えないじゃあちょっとトークを任されてしまったので何だろうな実はあのマミさん、マミチすごい私なんか可愛いなと思って、初めに見た時にすごい可愛い感、可愛い感じの可憐な人のすごいイメージがあってでうん？いや思って、ですごいなんかもうちょっとお高い感じなのかなと思ってたらすごい気さくで違うよ、違う、ディスってないじゃん、いやすごいすごい気さくで、いやいやなんかそう好きだったのそうだからこうやってあんまりお話したことないけど、いい機会で嬉しかったです。じゃあディスられなかった、ディスった方が良かったのかなかぼちゃ、じゃあかぼちゃ、かぼちゃ、じゃあいい感じですか、はい大丈夫です、じゃあお願いします。顔が見えてない、かぼちゃのね、あ、それは無理だ歌えないよこれ、あ、無理だなそうですね、じゃあ歌っていいですか、イエーイ、ここに来るとどうしても歌いたい曲があって、かぼちゃですが、新潟で暮らす両親を思って書いた曲、聴いてください。おやすみ。目を覚ました思い出す、ベッドに入る
いいですね。なんか早い。おかえりなさい。かぼちゃのご帰還です。なんかもう馴染みすぎててかぼちゃが似合いすぎ似合いすぎ本当に似合ってる。もうなんか次から衣装これでいいんじゃないか。今だけか今だけそうね。これ下が可愛くない？可愛いねえ。これ落ちそうだよな。ね、直したんだけどないか。当たっちゃうんだこれ。ねえ、ベレー帽みたいなのかぶってるか。可愛い。そうですね。いつもあの私デニム、下がデニムで、うん、上は白い T シャツとかシャツがメイン の、あのステージ衣装だから、こうオレンジ珍しいよ。オレンジも緑も珍しい。色物が色物がそう珍しいです。黒ん黒白黒白ね黒白そうですね。ありがとうございました。素敵な歌を聴かせていただきましたが、今日は弾き語りでしたね。今日バンドのライブが見たいな。あるんです、それが。あるんですか。先も
ミニコントそう実はね実はね、うん、実はね、まみち11月打ち合わせてないからさ11月8日、12日後です。11月8日日曜日、原宿クロコダイルで山田由佳初都内バンドワンマンライブがあります。動員目標150人、今のところ63人です。過去、前回は去年の年末にやったんですけど、100人目標で54人しか来ませんでした。ということで、あのリベンジも込めて、頑張っております。超えました。なんとかあのいろいろやり方も変えつつやってます。ぜひお越しいただければ嬉しいです。なんとこの日、うん、ありがとうございます、レコ発お、イエーイ、イエーイ、レコ発、しかもですね、4曲入りの CD なんですけれども、3曲はまだ未発表の新曲です。すごい、はい、ライブでもまだやってなくて、この日3曲初披露になります。愛して遥か夏の夢、そして最後交差点という歌、今さっき歌ったんですけれども、あのファーストに入っている曲だったんですが、もう売り切れてしまっていて、あの私のある意味代表曲というか、路上で毎回歌っている歌なので、あの再レコーディングをして、あの、はい、あのバックの曲、あの雰囲気も全然違った形で収録してます。ぜひ当日手に取っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ゆかぽん聞いて、はい、噂のけいすけくんから見てるよってけいすけ先生怒られちゃうな、怒られちゃうの。今日の発声はなってなかったね18歳言うね、そう言うね言うね、これ前の音源だよね、前の、あ、流してくれるんだ、あるんだ、お、そうピアノバージョンで前は、そうで、私が本当に何もわからない状態でレコーディングとかもいろんな人にやってもらったんですが、今はなんというか仲間というものが私にも少なからずできたような気がしていて、新たなそのメンバーで手伝ってもらって音源化しますので、かなり自信作になってます。これ恥ずかしいなこれいつ撮ったやつなの。これは2012年、お、結構前だね、結構3年、ま、私本当ジャケットも誰って言われるぐらい顔が違うって言われるんですけど、そうでもあのレコー全部再レコーディングしていい感じに、今度はギターバージョンでより私の弾き語りに近いものを収録します。ピアノ一本、そうですね、ちょっと最後だけシンセが入るぐらいで、そうですね、なるほど、本当に東京来て3年半なんですけど、うん、やっぱそれだけいるといろんな出会いもあって、なんかありがたいなと思う毎日です今日もそうだし、今日ねそう私このパルフェジアでの出会いがすごいなんか大きくて、うん、自分の活動の中で、あの結構今お世話になってる方たくさんいます、ここで繋がった、まあ、だって鈴音ちゃんもここで一緒になって北海道を遠征連れてってもらったりとか、かなりねここでの出会いがね、うん、私の音楽活動の大きな割合を大きな割合をそう言っていただけるのは逆に本当にありがたい、いい出会いをくれるこのパルヘジア、あったかいですね、ね、あったかいよね、いいよね、お客さんもね見に来れてね、ね、こんなにたくさん、本当ですよ、割り切れてない、すいませんね、ありがとうございますコスプレの回ですね。もうユカポン初コスプレということでね、こんなにたくさんの方が集まって。本当にね、これだってアーカイブ公開されちゃうからね。大丈夫？どうしよう本当に。恥ずかしいですね。今ワンマンの告知をしてくれましたが、他に活動の、そうですね。まあワンマンまでは特に箱はもうない状態で、うん、まあ路上はやろうかなと思ってますが。まあ、ちょっと無茶しすぎず、もうあと2週間切ってるので、ね、はい、やっていきたいなと思ってます。まあ、その後もちょっと活動は考えてはいるんですが、とりあえずワンマンに向けて今はそれだけを目標にやっていきたいなと
思ってます。なるほど。路上ライブの告知とかは何でやってますか？ツイッター、アメブロ、フェイスブックやってます。山田ゆかで、山に田んぼにカタカナでゆかです。めっちゃ簡単なので、ぜひとも検索していただければ。出てくるない、自分が書いたのがない山田ゆかで、本当に簡単な名前ですので、ぜひともこれで検索してください。お願いします。なるほどね。路上ライブやってないな、最近。私やってないですか？うん、私もともと路上スタートで、私もでも路上からかな。もう東京の規制が厳しくなった時期からほぼやらなくなって今ね、厳しいですからね。この間新潟でやったぐらい。新潟本当に行きたいですね。うち泊まれるからうちの実家部屋めっちゃ空いてるから行きたい。お泊まり会しよう。日本酒飲もう。日本酒飲もう。うち弟がめっちゃ飲むからじゃあ一緒にぜひ。一緒に飲もう。いいねいいね。新潟のライブ入れようよ。新潟、箱もぜひぜひやりたいですね。募集したいね、またね。なんか告知他ありますか？私、うん、私の告知していい？いい、うん、してない。してない。したとか言って。してない。私ですね、今日かぼちゃなんで全部オレンジで描きました。私が今使っているツール、アメブロ、ミクシー、ツイッター、フェイスブック、オフィシャルウェブサイト、LINE アット、ツイキャス、ハイクラブ、YouTube など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 、そう、これね、みんな無理です多分、全部つながるの。だからとりあえず泉まみで、漢字で和泉、ひらがなでまみで検索していただくと、オフィシャルウェブサイトが今一番上に出るようになってるかなと思いますので、そこからリンクで。ウェブサイトから全部飛べるか。そう、全部、あ、嘘ですね、全部は飛べないかな。飛べますね飛べます、はい、全部リンク貼ってありますんで、どうにかこうにか飛んでください。よろしくお願いします。私さっき言いましたが、月の半分ぐらいライブしてまして、次のライブは明日次のライブは明日、新大久保クォーターノートで、渡辺拓也バンドの企画イベントに出させていただくんですが、一押しライブがこちら、ドーン。11月19日の土曜日に読売ランドでライブしまーす。イエーイすごい、告知なのに詳細を一切書かないっていう来てねしか書かないっていう、読売ランドでですね、お昼の11時から夜8時ぐらいまでずっとライブイベントやってる日なんですけど、その中のどこかで、まだ出演時間が分からなくて、でこちらのチケットがですね、手売りが今できない状態で、皆様にネットで注文していただくことになるんですけど、そのリンク先も全部オフィシャルウェブサイトに載ってますので、開いて見てみてください。これのチケットの発売期間がですね、なんと11月の1日まで。そう、1ヶ月前、ほら近くならないと予定が分かんないって人はとりあえず買っといてください過ぎたら多分もう買えないので、そう、11月1日までが販売期間となっております。同じチケットがね、いろいろサイト開くとね並んでるんですけど、私はカテゴリー3っていう、まあみんなわかんないよね、ホームページで見てください。よろしくお願いします。それから最近発表しました、来年2月の6日にバースデーワンマンやりまーす。イエーイ、ありがとうありがとう。場所がですね、代官山にありますループというライブハウスで、まあぎゅうぎゅうに入れて230人ぐらい入るんですけど、ぎゅうぎゅうは嫌いなので嫌いなので、チケットは200枚でソールドアウトにしようと思ってます。はい、200枚、バースデーワンマン、あ、バースデーワンマンと言ってますけど、誕生日は2月の7日です。はい、前夜祭としてライブをします。本当はね、誕生日当日もライブがしたいのよ。これが売り切れたらこれがもし早めに売り切れたら 2days なんてこともなくはないよね。当日もライブしたいもんね。そう、なのでまずこれをですね、チケットを今日手元に届きまして、発売が11月の2日からになります。200人限定ワンマンライブ、200人。そうね、今までのマックスが230ぐらいなので、ワンマンライブは、まあ売り切れるよね、みんな友達連れてきてくれるよね大丈夫だよねということで、来年の2月6日ぜひスケジュール開けといてください。チケット発売になったらすぐさまゲットしていただけたら嬉しいです。今日あんまり書かなかった。ライブのスケジュール全部ホームページで見れますので、ぜひぜひ検索して調べてみてください。よろしくお願いします。
喋ったね。喋りましたね。今日喋ったね。普段が分かんないけど。そうか。普段はね、ゲストさんが2組か多いと3組いる時もあって、そう、ライブの時間結構がっつり。がっつり。ね、そうですよね。いやもう今日はユカポンの初めてをたくさんいただいて。いい日だね。いい日。ということで、はい、じゃあプレゼントの抽選かな、をねしていきたいと思います。さっき、書いていただいたハッシュタグをコメントしてくれた方の中から1名様にプレゼントが当たります。もう一回プレゼントを紹介したいと思います。毎度おなじみクラブパルヘジアのステッカー、そして、トゥルーカラーズのアルバム、こちらボリューム1ですね。そして最近発売したばかりのボリューム2、両方。そしてこのボリューム2の出演者3組が、どこ行っちゃった出演者3組が、写っているあったステッカー、こちらもつきます。そして、毎度おなじみインチキマンションのお笑い CD、 そして松田春菜さんのサイン入りステッカーもこちら残りわずかとなっております。はい、もうちょっとだ。もうちょっと。そして、今日私これ初めて体験しました浜崎えりかさんのフライヤーと歌詞が入った、あ、サイン入りでした。そうです、歌詞が入ったサイン入りポストカード、はい、そしてサイン入りのフォトカード、はい、と今日私たちが使ったスケッチブック、これ、はい、これにこれ、あの、今日あの画伯の絵もプレゼントに入りますよ。破んなきゃ。ダメよ。これね、全部後でサインを入れてプレゼントになりますので、これを当たるのはただ一人。あと集合写真。あ、そうだ。今日、二人じゃん、集合写真って。レアだ、ツーショット写真をですね。かぼちゃと魔女のツーショット写真をね、サイン入りでお届けします。ということで抽選を行ってみましょう、ハッシュタグをつけてコメントしてくれた方の名前がですね、書いた紙がこちらの抽選ボックスに入っております。入っております。この中から1枚ゆかぽんに。あー、大役だ。そうだよ。ここにいる人も入ってます。そう、ここにいる人も入ってる。ぜひここにいる人。じゃあ、送らなくていいから。行きます。はい。あ、結構ある。そう、結構あるよ。1枚ね。ああ、当たるかな。当たるかな。私欲しいな。自分。はい。はい。お、のんたさん。おお。さすが。イエーイ、ありがとうございます。よかった。すごい。見事、会場にいる方に当たった。すごい。いや、持ってるわ。私最近あれですよ、ここ来るとき、もうずっと会場にいる人にばっかり当たってる。素晴らしい。では次はですね、コメントしてくれた方を紹介したいと思います。こうやって。こんないるんだ。そう、いっぱいね、全員紹介します。いきます。のんのんちさん、ありがとうございます。くじまるさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。かつみさん、ありがとうございます。のどさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、山田ゆか、ゆかぽん、ありがとう。うたよしさん、ありがとうございます。ありがとう。ずしぱんさん、ありがとうございます。スレイヤさん、ありがとうございます。ありがとう。エンジェルズヤスさん、ありがとう。ヤスさん、ありがとう。ワリパパさん、ありがとうございます。ありがとう。太郎さん、ありがとうございます。風人さん、ありがとうございます。ありがとう。クラブパルヘジオ、ありがとうございます。マゴさん、ありがとうございます。ありがとう。クリボーさん、ありがとうございます。泉まみち、ありがとうございます。ムツゴロウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。新村さん、ありがとうございます。スマイルミッキードリームさん、ありがとうございます。シカ太郎さん、ありがとうございます。ヒ
ひろあき斉藤さん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。ゆきらのゆきさん、ありがとうございます。ラスト岡田ひろしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日もたくさんの方が参加してくれました。嬉しいですね。ね、コメント今日すごいいっぱいあった。読めなかったやつがいっぱいあって、本当申し訳ない。質問がめっちゃ来てたよね。嘘、うん、とりあえずじゃ あの次は、はい、またコスプレの12月ぐらいにですね、ニカポンをサンタね、ね、お呼びできたらいいなと思って。大丈夫だよ、ちゃんとミニスカサンタ用意するから。いやちゃんと、ちゃんと用意するから一生着ることはないと思ってましたけど。え、私はあのトナカイの着る。私はトナカイだから。じゃあ私ちょっとソリの役とかやる。ソリ？ソリ、ツリーであるね。ツリーがいいな。ツリーね。ここツリーこう顔出すよね。そうだ、あるよね、ここにね。そうですよ、いろいろあるから選び放題だから。おいで。おいで。おいで。12月もおいでよ。いやアナ雪。いいじゃん、アナ雪。絶対似合うじゃん、アナ雪。怖い。恐れられてしまったって、そろそろ。いやいや、いいのこれ、まだあと15分あるよ。しゃべる。じゃあなんかちょっと軽くフリートークして。フリートークして。フリートーク？路上ライブはどこでやるのが多いですか？最近は渋谷が、原宿でワンマンやるので、あ、そっかそっかそっか。渋谷からも歩いて10分ぐらい。なのでセンター街の入り口の蔦屋前でやってます。わ、すごいね、すぐ止められるとこにゃん。そう、結構怒られますが、なんとか今は最新をやってます。やるので来てください、ぜひ。そうだよ、ちょっと ね寒くなってきたので、ここ3日ぐらい急に寒くなったんですが、ちょっと頑張りたいと思います。まあ体調をね、はい、一番に考えて行きたいな。頑張ります。行きたいな、そう。ミニね、やらないよやらないよとか言って、ビラ配りぐらいなら手伝えるよね。優しい。そうそうそう、かぼちゃで、かぼちゃで、それはまあ今月中だったら大丈夫かな。今月中ならね、今月中ならね。そうです。でもそしたらその格好で路上ライブやってよ。マジで。止められないかも。止められないかも。仮装してるパフォーマンスの人だと思う。そう、遊んでるだけです。遊んでるだけ、いいじゃん、いいじゃん。タイミングが合えば、じゃあ、ぜひ。かぼちゃでビラ配り。かぼちゃでビラ配りな。これな、どこで着替えるんだろうな。これで電車乗りたくない。でも最近、あれだよね、みんな仮装のまま電車乗るよね、うん、平気でね。びっくりします。怖いよね、血だらけの人いっぱいいるよね。そう、ちょっとびっくりする。そうそうそう、キャラクターとかならまだ可愛いけど、びっくりする場所もありますが、そうね。じゃあ路上ライブ、路上ライブぜひぜひ路上で、あの前売りチケットをゲットしてもらって、11月8日に来てください。あの本当に1年かけて頑張ってきたので、この日だけお願いします。あの他はまあしょうがない。この日だけはあの本当にお願いします。ワンマンライブはね、あれ熱量が違うもんね。違いますね、どうしてもやっぱり違うんだよ。いや違う、なんか普段のライブがどうとかじゃなくて、うん、ワンマンライブってなるとやりたいこともいっぱいあるし、そうですね、詰め込んで詰め込んでの準備期間で、しかもチケットもねお届けしていかなきゃいけないしっていうので、本当あの熱量が違うので、うん、普段いいなってちょっとでも思った方はその100倍は楽しめるから、ね、ワンマンライブは絶対過去最高のライブになると思いますので、足を運んでください。私その日大阪にいるんですけど、東京の皆様、原宿クロコダイルに。ありがとうございます。大阪には来なくて大丈夫なんで、遠征とかよりもあのワンマンライブにぜひ。大阪は大阪の人がね。そう、大阪はね、大阪の人だよね。そう、東京の人は原宿クロコダイルね。そして2月はね、バスデワンマンに。そう、バスデワンマン、ね、2days を目指して。2days したいなぁ。2days したことなくて、あの前回のワンマンライブがカフェで50人限定ワンマンって言って、結構早めにチケットが売り切れたんですけど、あの決めた期間内にツイッターのフォロワーが何人を超えたら 2days にしようと思ってたの。追加公演をしようと思ってて、で何人
こういつまでにツイッターのフォロワー何人目指しますみたいなだけ言って、うん、追加公演のことは何も言わずにやったけど行かなかったからやらなかったんですよ追加公演。もうね その時考えてたのはツイッターフォローしてくれてる方は半額とかそういうのを考えてたけど残念ながら残念ながらね達成できず悔しいよね。決めたの達成できないとね。そうもうライブハウスもちょっと仮押さえしてたからお断りしてっていう。やりたいな 2days 2days やりたいな2月6日、まあ、私まだチケット発売してないから今日からね11月2日からそう11月12、1、2、3ヶ月で200人目指しますので、うん、頑張ります。かぼちゃ頑張ります。はい、はい、ということでじゃあそろそろ来週のちょっと待ってくださいね。ちょどこまで行ったかなと思ってそう抽選終わって、そう私今月からね3ヶ月間、第4週目の MC を務めますが毎週火曜日にこの番組は放送しております、夜8時から西武新宿駅西武新宿線の伊予木駅から徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて生放送しております。観覧無料今日も座れないぐらいのたくさんのお客様が来ていただいておりますがそう観覧無料でね、ワンドリンク500円でご提供しております。火曜の夜は今日ねめっちゃトークしたけど、うん、いつもあのゲストさん2組か3組いらっしゃってライブもねもっと盛り上がる感じになりますのでぜひ楽しんでいただけると思います。火曜の夜はみんなで楽しい夜を作っていきましょう。よろしくお願いします。そして、今パソコンで見てくれている方はですねこれいつもどっちかわかんなくなるんだよねこことここね、うん、うん、そう映ってないねこことここにねいいねボタンがありますね。ツイッターのボタンとかありますね。ええそれだとそこチャンネル登録だと思う。チャンネル登録か本当だ。チャンネル登録こっちですね。はい、こっちにね、いいねとかツイッターのボタンがあります。チャンネル登録2箇所もあるんですか。そうそうこれ絶対違うねこれは違う。分かんなくなっちゃう。さっきのが合ってたんです。さっきのこう、こうね。そうそうそう。これね。それが合ってる。これ覚えてこなきゃね。ポーズ。それが合ってます。そう、ここにチャンネル登録ありますので、ぜひポチッと押しといてください。よろしくお願いします。すごい汗かいたわ、今のこれですごい。汗かいた。ということで、じゃあ今日見てくれた、視聴者の皆様に一言ゆかぽんから初ユーストリームとても楽しかったです。こんなにたくさんの方にコメントをいただけるとも思ってなかったので非常に嬉しかったです。あの初コスプレちょっと恥ずかしかったんですけれどもまみちのおかげで乗り越えられました。今日はありがとうございました。今日、今回のこのクールでは初 MC ということで私 MC やるの2回目で。あ、そうなんだ。そうなんですよ。しかもあの MC じゃなくても毎月のようにゲストでお邪魔してまして、まあ、あのホームみたいな感じでね温かい雰囲気でやらせていただきました。今日から3ヶ月間第4週で MC を務めますので来月からもよろしくお願いします。はい、ということで来週の MC はアジアンタムのお二人です。ゲストは岡田茜ちゃん。知ってます？岡田茜ちゃん飲み物何が出るかな。さすがに番組中はあれかな。どうなんですかね、すごく楽しみ。アジアンタムはですね、高橋飛鳥さんと、中田麻子さんの2人組のユニットですね。私も結構対バンしてて、いろんなところですごく素敵なアーティストさんです。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということで最後にですねゆかぽんにやってもらいたいポーズがあるんだけど。え、何なあ、これネタみたいなやめよう。みんなも一緒にやってください。いつものポーズでお別れです。右手が棒、はい、右手ね、右手よ。左手が
輪っか、これをぶつけて P を作ってください。入ってから見てみて。そう大丈夫できてる、小指が曲がってるできてるできてるできてる。そう、それをね、あちらのカメラに向かって、はい、私が今週もありがとうございました来週もって言ったら、2人で一緒にクラブパルヘジアって前にクラブ、はい、はい、出します。大丈夫、はい、恥ずかしがらないで、はいでは最後こちらでお別れしたいと思います。今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア、ありがとうございました。いつか君